皆さんこんにちは、調査員の鏡です。ここ金沢市埋蔵文化財センターでは遺跡の発掘調査や出土品の整理保存、そして調査成果の公開発信を行っています。今回金沢市内で歴史的な大発見がありました。皆さんご覧ください。南森本遺跡と木越高徳寺跡から出土した中世鎌倉時代の木簡です。近づいてよく見るとうっすら木の板に墨で文字が書かれているのが分かりますでしょうか。赤外線を当てて特殊な撮影をすると墨で書かれた文字がよりはっきりと分かります。どちらにも天井という同じ文字が書かれていました。このことからこの木簡が天井札であると判明しました。天井とは古代中世において領主が年貢などの租税を納めないものや逃亡人などの家屋、土地などの物件を差し押さえる行為のことです。天井札は差し押さえを示す札と考えられています。文献資料では差し押さえを行う家屋や土地に対して天井札を立てる、打つなどの方法で示すことが書かれていました。しかし今まで天井札の実物は見つかっていなかったため実際の掲示方法は分かっていません。今回天井札が出土したのは全国初の発見です。それではここでクエスチョン、問題です。この出土した天井札をよく観察すると文献資料にあったように屋外に掲示されていることが分かりました。一体それはどんな特徴から分かったのでしょうか。1、ひどい匂いがした。2、文字部が盛り上がっていた。3、文字が光っていた。さあどれでしょう。正解は2番です。ご覧ください。墨で書かれた文字の部分が周囲よりも浮き上がっているのが分かりますでしょうか。これは墨が乗る部分は板の風化が周囲より抑えられるためです。一定期間屋外にさらされていた証拠です。今まで文献資料でしか確認できなかった中世の土地管理の実態について初めて実際に使用されたもので確認できたことになります。今後文献史学、そして考古学、2つの分野からアプローチすることによって具体的な人々の姿に迫ることができるかもしれません。ここ金沢市埋蔵文化財センターでは市内の遺跡から出土した貴重な遺物大発見を展示しています。また2階の体験コーナーではまがたま作りなどの課題体験ができます。ぜひお越しください。